岡山市とブルガリア共和国のプロブディフ市の姉妹都市締結から50周年を記念してブルガリア料理が期間限定で市役所の食堂に登場しました。ブルガリア料理になります。どうぞ。このソースが、ヨーグルトとニンニク、塩コショウ。大森正夫岡山市長が販売開始を前にブルガリア料理を試食しました。市役所の食堂ではヨーグルトソースがかかったキュフテと呼ばれるハンバーグなどブルガリアの家庭料理が期間限定のメニューとして登場します。岡山市とブルガリアのプロブディフ市の姉妹都市締結50周年を記念して市民にも海外の食文化を楽しんでほしいと企画されました。日本のハンバーグとはちょっと違う。お互いの料理も認め合っていく、そういうことになるきっかけとなればと。ブルガリア料理は2種類あり、今月13日までの期間中、2日ごとにメニューが入れ替わります。